ました。ダンサートーク、ダンサーの生ダンサー、MC のさやかです。よろしくお願いします。本日はゲストトークでレイコに来てもらいました。やった、ようやく人と喋れる。もうずっと一人で喋ってこの年末年始、もう去年とかもね、うん、なんかなかなかゲストさんとこう予定が合わなくて、うん、あ、そうだや、結構ソロトークが多めで寂しかったから、寂しいね。今日はいっぱい喋れるので、お願いします。楽しみに呼びました。関西圏ですので、京都ですよね、出身は。京都です。で、京都出身で今はもう東京に。そう、でも埼玉、ね、埼玉埼玉、うん、埼玉のね、あの、もう上京してきてるっていうことで、はい、ずっと喋りたかったんですけど、何年前に出てきたんだろう。5、6年前かな。もう6年前。6年前、うん、そうか、うん、そんななるか、うん、活躍してるから、動向はね、SNS で追ってたりしたんですけど、うん、まあ、レイコさんね、初めて見たよっていう方もいると思うんですよ。レイコが何をしてきたかっていうと、ジェジュンさんのツアーですよね、はい、ツアーダンサーされてて、お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様です。どうでした？むっちゃ楽しかった。楽しかった。むっちゃ楽しかった。そう、なんかそういうね、こう、バックダンサーみたいなこともしたことはね、うん、もちろんありますし、うん、あとはなんかこう、やっぱ、売れっ子のイメージって私は結構、アンダーグラウンドシーンでも、コンテストとか、振り付け家としても結構ね、うん、レジェンド東京とか、ワールドオブダンスでしたっけ、はい、っていうね、世界大会でも、ね、作品を出されて、最優秀賞とか取ってたりしたやんか。とか、そういう、その、コレオグラファーとしてもいろいろこう活躍してる、うん、だからゴリゴリダンス職人がやるようなこともやるし、うん、そういうメジャーなこともね、うん、ね、やったりするし、私とはもうだいぶ前なんですけど、うん、やっぱその愛さんのオープニングアクトとかも昔、うん、そうだ懐かしいの出たと思って一緒にやったんですよ。そうだ、多分写真出てると思う。あの、あ、愛さんのオープニングアクトとかも一緒にやったし、うん、多分そういうのもね、好きな子なんやろなとは、うん、思ってたんですけど、うん、ディオームの私、京吾さんのクラスをすごい行ってたんですよ。ああ、そうだね。あの、アシスタントとかしてたんで、うん、で、そのディオームさんが公演をやるときに一緒に出たりとかね。うん、そうですよね。あの、制服で女子高生だったんで、あ、難しいね、制服でね、うん、練習に来たりとかしてるぐらいかな、あの、知り合い。だって、さやかも高校生やったし、そうか、そうか、10代ですよね。うんうんうん、やば、そうなのよ、もう30代2人とも。そうなんです、1個下で、すごい、そうなんです、35歳34歳になったみたいですね。そうそうそう、こんな大人もいます。そうそうそう、よろしくお願いします。お願いします。どんな仕事をされてるのみんなね気になると思うから、うん、ぜひ、ね、ルーツを聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。こんな話でいいことしたことない。あの、ダンスを始めたきっかけは何だったんですか？何歳から踊ってる？きっかけ、小学校5年生の、うん、あ、小学生なんや、終わりぐらいなんやけれど、あの、ダンスレッスンに行き始めたのが、うん、幼稚園の時からストレッチとかがすごい好きやって。幼稚園でストレッチが好きやった。体が柔らかいってこと？そう、体が柔らかかったみたいで、うん、私あんまりそういうのか、なんかなの意識してなかったんやけれども、うん、で、音楽がなると結構体動かしてたっていうの聞いて、そうで、テレビ見たら結構やっぱり真似して踊るっていうのはすごいあったみたいなんやけど、うん、かわいい。お姉ちゃんが先にダンスやりたいってハマりだしたのを見てて、自分もやりたいってなって、お姉ちゃんをやらずに、うんうんうん、その時って時代的にタウンページやったから、タウンページをこう開いてダンススタジオを探して自分が行ける場所を見つけて、うんうんうん、で、お母さんに来たいって言って、体験に行かせてもらってからドハマりしちゃって、そこからずっとって感じ。京都のスタジオに。じゃあ、そう、京都のダンススタジオ。で、ちなみにどんなにスタジオさんだったんですか、最初のスタジオ。超有名な香りアライブさん。はい、はいはいはい、はい、そう、香りアライブさんが21位の時とかじゃないかな、その時にも一番若手でインストラクターとしてそのスタジオで、そう、指導されてた時のキッズの生徒だ。マジか。そう、そうだ、京都の方だ。そう、出会いはそこで出ました。ここで大御所の名前が今大御所すぎて髪倒したけど、香りさんね。そう、香りやられてさ。なるほど、そこなんだ、うん、もうゴリゴリベーシックちゃんと基礎ジャズを、じゃあ最初そこが入り口だったんだ。そう、そこで教えてもらってたけど、まあ実際はヒップホップがやりたくて。あ、そうなんや。そう、だからジャズダンススタジオの中に
ヒップホップっていうジャンルがポンって書いてあったから行って、そこでダンスを学んでたら気づいたらジャズにハマって、ジャズのベーシックをこう練習してたって感じ。いやそれはやってていただきたい、香織さんもったらそうそうそう、間違いない。それが小5の時ってことか。小5の時。なるほど、うん、そっから初めてハマって、もう小中ともうじゃあもうダンス漬けな日々ですか。ダンス漬け、小中高、うん、いやもうずっとやね。受験以外は受験も本当に半年ぐらいやってなかったけど、ギュッてした人や。そう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 、ずっとダンス漬け。そのコンテストとかバトルは出ず、発表会にたくさん出てみたいなことですか。そうやね、発表会とかに出つつ、中学卒業の時に、はい、ちょっとこうアメリカに行くっていうのに興味持ち始めて、で中3の時卒業してから一回ニューヨークに2週間ほどお姉ちゃんと卒業したってで、そう、お姉ちゃんと行って、その2週間の間にブロードウェイダンスセンターに行って、はいはいはい、ダンスを学んでたらこうジャズファンクというか、そのファンジャズとファンクがこうミックスされてるようなスタイルが、もう日本でジャズヒップホップとかっていうのがすごい流行ってて、かっこよさそう。しかもめっちゃかっこいいよ。ニューヨークやろ。そう、見てしまった。見てしまった。その時もシール村上さんに衝撃を受けて、はいはい、ビヨンセのプロモーションビデオとか多分振り付けてる。そう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 、うん。でもそのレッスン行って、自分は正直こう個性をアピールできるタイプやと小学生の時から、うん、なんか自分だけ自信があったんやけれども、でしょうね。そして行ったらシリル村上さんのレッスンの受けてる人たちが、うん、やっぱり曲が流れる前からもテンション上がってて、振り付けをやる直前からもうぐわーっとこうフリースタイルでバコードにしてる。そうですよね、もうね。あれに中3卒業、私は衝撃を受けて、そうカルチャーショック。日本のレッスンでこんなんやりだしたらもう大丈夫かって。そう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 、そう、カルチャーショック受けて、そっからかな、自分の結構マインドが変わって、日本帰ってからこうアピールの仕方がちょっと変わったかなと。高校にはこうスンと入り、そうスンと入り、ヘクスヘクスとか、うん、シューリングッドマン、はい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 、ベナム、うん、ブルーム、アウトセットのね、アウトセット、もうあの辺がかっこいい、ぐわっと集まったダンススタジオが京都にできて、高校時代。そうなんだ。でそれをまたお姉ちゃんがパンフレット持って帰ってきてくれて、うん、お姉ちゃん、お姉ちゃんありがとうなんやけど、かっこいいメンツの写真がブワーって並んでるパンフレットで、すごいね、やばい、これは受けに行かないから損すると思って、もうすぐ入会したの。そう、入会して生まれを置いてる。入会ナンバー24番。早い早い早い。ファンクラブやったら相当濃い目のコアファン。そうでも京都ってさ、私ダンススタジオめちゃくちゃ盛り上がってると思うよ。でそのダンサーの先生メンツも豪華やし、もうなん、まあ、岸和田なんですけど地元がね、やっぱ京都すごいレベル高い。その京都出身のダンサーで東京で活躍してる子も何個もいっぱい出てくるし、そう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 、だから京都の先生たち豪華やなとはなんかこう違う土地ながらね思ってたので、すごい土地ですよね、そう思ったら京都ね。なんか不思議かもね。ね、いい意味で孤立してるかもしれない。がっつり市内でもないし、大阪のね。そう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 、そうか。え、じゃあもうどっぷりというかこう憧れていくダンサーたちっていうのは、うん、まあ言ったらこうテレビのアイドルとかそういうことじゃなくて、うん、そういうこうもうゴリゴリのダンサーさんたちも海外のちょっと色が入ったというか、うん、もうやっぱりそこで感じてきはった人たち、アングラでやっぱりダンスを感じてた人たちのダンスがやっぱり自分の中でもすごい魅力的で惹かれちゃったというか、だからもう受け放題もその時の受け放題が多分4万ぐらいしてたのよ。あ、そうなん？むっちゃ高くって。高いね。その時むっちゃ高くて、いいスタジオだね。でもむちゃくちゃスペシャルやったから、週7でレッスン行ってた。マジで週7で、週7やってレッスン行ってた、一人で。もう好きすぎて、まあ、でもそのゴリゴリにハマってる、うん、だから高校生の時に
初めましてで会うってことだよね。そう、ここ3年生の時やったと思う。ああ、そうやった、ね、そのディオームの公演とかをきっかけにこう一緒に練習したりとかするんだよね、うん、お稽古とかがやっぱり長いから期間が。クランプをやってたから、そうディオームの当時は今やってないんだけどね、うん、ディオームさんもやっぱりクランプをやってたから、やってた、そうゴリゴリやってた。好き好き大好き大好き。ディオームのクランプとジャズはもう衝撃的やったね。そうなのよ、それパワフルなのも踊るけど、うんうん、そういうなんか女性らしい動きをあのメンズがそうメンズの体格で踊られるっていうのが、うん、やっぱあのたまらんセクシーさはなかったよね。なかった。特に、まあ、東京のダンサーさん結構ジャズ踊れるね男の人多かったりしますけど、うん、男の人でそういうセクシーな動きができるっていうのがちょっと珍しかったよね。珍しかった。こう女性ファンめっちゃ多かったよね。多かった、多かったと思う。なんか女性がなりたいセクシーなシルエットとか表現を追求してはるから、レッスンでもむっちゃ事細かく教えてくれるから、うん、そんな角度ってどうやったらできるのみたいなのをむっちゃ練習してたから、すっごい愛それが長かったよな。長かった。なんかこう京子さんとかこう首を傾ける、そうそうそう、この角度の練習をずーっとするみたいな。もう1時間半あったら1時間はやってたね。やるよな、うん、でも夜中そのオーロレンっていうね、私らが参加した時も、うんうんうん、ほんまに1個のウェーブ5時間みっちりやった時とかあるから、ひたすらアクロバットやったりとかそうそうそうね、筋トレ大会したりとか。やった。でも力になったよね。なった。地味練習なんですけど、うん、あれ大事、ためになったなっていう、なんか修行したなっていう時期に合ってるよね。あった。そうよね、修行したね。地味な練習ずーっとやったな、うん、切磋琢磨したダンサーだなっていうイメージはあるんですけど、その時は学生やった、うん、ダンスの道で、あ、私生きていこうっていう風に決めたのはおいくつぐらいの時なんですか。あー、でももうその中3の受験の時かな。高校受験の時にそのどういう道を選んでやっていくって、まあ、正直もうダンスばっかりやったから、うん、中学の時は全然勉強しなかったし、はいはいはい、でそのダンスを生かして何かをやりたいってなった時にダンサーっていう仕事があるっていうのを知って、あ、じゃあもうここを目指したい、じゃあ目指すなら国内なのか国外なのかみたいな話をしたときに、国外を目指したいって言ってやったら、ちょっと留学をゴールに今しておけば娘は受験頑張るんじゃないかっていうので、お母さんがじゃあ公立頑張ってよかったらニューヨーク行っといてって言ってくれたから、半年めっちゃ勉強だった。そうか、うまいことしたね、お母さん。ここに行ってくれたね。留学行くのにもお金もかかりますから、チャリチャリ。そう、ちょっとね、かか貯金もしていただいてっていう時期にもなるからね、うん、なるほど。あ、そういうことは、そっから海外に行きたい気持ちはあったわけや、中学生から。あった。あったわけや、うん、高校3年間はそれこそチームを作って、うん、ジャズファンク、ジャズヒップホップっていうのにハマって、それがもう全盛期やったから、その時に出会ったのがこう東京から京都に教えに来てくれてた、はいはい、プレイヤーズリンクっていうチームのチユサっていて、そのチユさんのダンスにすごいハマって、でチユさんがレイコだったら絶対に LA が合ってるから、LA に留学しなって教えてもらったから、はい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 、ここ卒業して、まあ、約1年間 LA に。あ、そうなんだ、うん、アドバイスをくれたのはじゃあチユさんなんだ。そう、 LA がいいねって言ってくれたのは、だってね、中学生の時に行ったのはニューヨークだったもんね、うん、じゃあ LA はその時初めてそこで行ったんだ。行った1年行くって言って、結局8ヶ月で帰ってきた。あ、すごい、8ヶ月で来た。私3ヶ月だけだったので、うん、ああ、そうなんだ。そうなの、そうなの、あのビザ、あの取らずに行ったので。ああ、そうか、8ヶ月か行って、まあ結構じゃあもうほぼ住んでる状態というか、もう約その年は、うん、でもやっぱ語学留学で行ってるから3ヶ月やったらね、どこにロスと、うん、ニューヨーク半分ずつ行ったの。あ、1ヶ月半、1ヶ月半で、とりあえずどっちも行った感じで、うん、そうだからミレニアム行ったり、エッジ行ったり、うん、あの辺のね、そうだそうだそうだ、行ったり、カーニバルがあったら、なるべくそのクラブイベントも行って、顔出したりとか、うん、こんにちは、どうもってやって、顔覚えてもらうみたいなのはありましたけども、うん、ロス生活8ヶ月って、なかなかね、生めですよね。
8ヶ月めっちゃ楽しかった。ただなんか本当にレッスン付けで語学学校は朝から昼まで授業受けて、はいはいはい、で昼以降からはダンスレッスンやったけれども、うんうん、まあ、まあそこで出会う友達との時間っていうのがやっぱすごい楽しくて、はいはいはい、なんかね向こうに行ってるまた日本人もまた面白い人多いですよね。そう、ソーヘイクとかもそうお会いしてたよね。ソーヘイがむちゃくちゃ仲良くなってもう今ではすごいね有名やから、マドンナのバックダンサーしたり、うん、ジャネットのバックダンサーしたりとかしてて、そうだよね。私ちゃんと喋ったことないねんけど、そのジャネット・ジャクソンのオーディションの時に一緒だったのよ、ニューヨークで。え、そうだ。ジャネットの時にソーヘイ君がいて、彼は受かったんですよね。すごい受かって、私落ちちゃったんですけど、でもソーヘイ君がすごいチャレンジしバリゴリ上手くてバリゴリ上手くて、もうレッスンもねもちろん一緒やったりしたから、上手な日本人の男の子おるなと思ったら、うん、受かったと思ってやっぱすごい子やったと思って、 YouTube チャンネルねやってて、たまに見に行ってます。マスターメディアの方ねやってますよね、うん、あの概要欄になってますそうそう、海外のねダンサーさん情報を発信してくれてるので、ね、海外のダンサー好きな子はぜひ見てください。うん、そうかそうか、そういう出会いとかもね、うん、あったりとかして楽しいよね。楽しい。みんなの人柄みたいなのもまた日本のこう忙しい状況とはまた違ったりとかしてね、あったかい感じやね。ちょっとこうカントリーやもんね、田舎というか、うん、ゆったり時が結構ゆったりしてるのはロスの方ですもんね、うん、ちょっと沖縄みたいな感じ日本でいるそこまではでもがっつりプレイヤーだ。うん、まあ、カーニバルとかもやっぱ夢やったから、おね、一回だけだけどやっぱ出させてもらって、ああそうか、出たのか。そう、オーディションに1回だけチャレンジしたことあったけど、おお、向こうで、そう、2時ぐらいまで行って落ちたから、そういう経験もして、そう、あとはもうレッスン受けて受けてってやってたけど、結局やっぱりこう自分で作品を作りたいとか、ショーケースに出たい、コンテストに出たい、舞台に出たいっていう気持ちの方がいればいるほど強くなってきちゃって、で、そうなんや。そう、8ヶ月経った時に、うん、いやちょっと一遍帰って、うん、もう今もう一回やりたいことを日本でやりたいって言って、早めに帰国させてもらって、そっからかな、もうあのそれこそ加藤さんのところに行って、はいはいはい、舞台に出たいですってもう一回言いに行って帰国してすぐ。成果が出てた孫悟空のやつ、チャップリンのやつ、違う、チャップリンは一緒に出てた孫悟空、孫悟空のやつ、はい、を見に行って奈良公園、はい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 、で、やっぱり出たいってなって、うん、で、加藤さんのレッスンに行って、で、じゃあ玲子次出よっかって言ってくれて、そう、もう一回ディオムさんの元に戻って、あ、そっか、あれも一応ピックアップか、なんか自分生徒だから出てると思ってたけど、ピックアップ、ピックアップだったんだ、うん、選んでいただき、どうもありがとうございます、ありがとうございますありがとうございます。なんかがっつり修行をしたいっていう気持ちになったから、勝負してる人たちがロスにはプレイヤー気質な人たちが多いと思いますけど、うん、なんかオーディション受けたいとか出たいとかね、うんうん、なんかその作品作りとかステージの方に、うん、わーって興味が寄ってきて日本に戻ってくるっていうことだったのね。そう、へえ、面白い。そっちの欲がわーって湧いてきた時期があったんだね。そう、めっちゃ不思議で、うん、なんかいきなり LA の自分の部屋で紙を出して、はい、作品を作りたい欲が強くなって、講師なんかしてないのに、うん、そうですよね。そう、作品のテーマをブワーって書き出した時があって、もう今でも忘れられない、溢れ出てきたんだ。そう、もういろんなことをとりあえず紙に書いて、うんうんうん、で日本に帰って自分が講師したらこの紙を見て作品をいっぱい作ろうって思って、すごい。その時から多分振り付け師っていうものに興味を持ち出してたんだと思う。なんでか分からへんけど、うんうんうん、そのいきなりが間違いなく今に生かされてるから、ちょっとそのコレオグラファーとしての部分もね、すごい結果を出されてるので聞いていきたいですけど、日本帰ってきてそこからの動きとしてはどうなっていくんですか。戻ってからすぐ京都に新しいスタジオがまたできてたから、ユニオンっていうダンススタジオができてて、あ、うん、そこにレッスンをさせてほしいですって自分から言いに行って、あ、そう
自分から言うんですね。もうアピールするしかないって思ってたから。インストラもね、たくさん京都とか大阪でおった時、うん、もういっぱい教えもしてたから、うん、他にもね、イントラでお仕事してるね、大阪のダンサーさんって多いけど、うん、本当に私ね、教えに関してはね、全然なんかうまくいかなくて。誘われもしないからスタジオで教えてくださいって声がかかるもんなんかなと思ってた。何もレッスン今持ってないので、なんか個人的にワークショップとかは打つんだけど、自分で売り込んだスタイル、マジでそう。だから千と千尋の千尋スタイルですよね。ここで働かせてくださいってそうだね言ったパターンの人、うん、はいはいはい、売り込んでいって、売り込んでいって、とりあえず生徒さんをつけなきゃ意味がないって思ったのと、うん、できたら作品をそこから作っていく。でもなんか自分のイメージする作品ってなかなかやっぱりハードルが高かったりするから、うん、だからまずはこうベーシックありきでどこまで伝えられるかっていうところから、はいはいはい、もう本当に最初は生徒3人から、そんな時もあったの？売れ全然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 から一緒にこう作品を作って発表会出して、次はこうキッズを作りたいってなってきて、キッズクラスもそう、やっぱり京都のキッズダンスシーンっていうのを自分でチェックして、大阪のダンスシーンをチェックして、どうやったら盛り上がるかっていうのを考えつつ、うん、どうだったんですか？なんかもう大阪といえばキッズが上手いっていうイメージはね、むちゃくちゃあったあったと思うんですよ。このユームの舞台出てる時点でも、やっぱ京香ちゃんとかね、当時ダッシュボールの京香ちゃんとかキッズで一緒に舞台出てたりもしたから、うんうんうん、キッズが上手いっていうイメージは私はあるんだけど、京都のキッズちゃんはその時どんな感じだったの？結構私のイメージはヒップホップとかオールドスクールのキッズチームがちょいちょいと盛り上がって京都にいるなと思ってたんだけれども、はい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 、ジャズがいないなっていうのがすごいちょっと気になって、はい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 、でまあそれやったらちょっとジャズチーム自分で作りたいなっていうので、うん、レッスン始めた年の半年ぐらいの滋賀でレッスンを持ち始めて、アルファダンススタジオっていうゼゼにあるダンススタジオなんやけれど、でそこに来てくれてたキッズちゃんとかが結構自分の中ではダンスドハマりしてた子、へー、頑張ってくれてたんだ。そう、何人かいたんで、うん、声をかけて、お、レイコ先生のピックアップ入ります。すぐ書けるからで、まあ、ダンスチームっていうのを作ってコンテストに出させていくっていうのを自分の中でこう癖づけたというか、あ、キッズダンスチームの先生としてそうキャリアを上げていきたいって、まあ、こう全国大会まで連れてってあげることがやっぱりできたから、すごい、全然もう本当にマジでマジでレベル高いから、マジで全国のダンサーも大阪東京が本当に高かったから、うん、もう本当にいろんな動画見てはどうやったら勝てるか、どういう曲調でいったら勝てるかとかっていうのも盛り上がってますもんね。またキッズのシーンがね、そう、本当に上手よね。どんどん上手くなるんだよね、キッズが。今なんかもう絶対戦いたくない一緒に上手すぎて、そこをね、うん、出してこうサポートしてたわけだ。そう、結果がついてきて、やっぱりこう私もお仕事としてオファーをいただくことがそこからつながってできてきたっていうのもあるし、今ではこうコレオグラフナンバーイベントとかナンバーコンテストって当たり前になってるけれど、はい、その時はなかなか本当に少人数ばっかりやったから、がレジェンド東京っていうのがスタートして、そっか、あれがスタートしたのがまだその時じゃないんだ、当時じゃなかったんだ。そう、レジェンド多分同時進行に関西でもマスターピースやったかな、はい、そのナンバーのコンテストっていうのが出始めて、でチャレンジしたいと思って、すごい、そうで、チャレンジした時に、まあ、関西でありがたいことに2位をいただいて、でディニプで最初に出たんだわ。ディニプでユニティ、ユニティ、はい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 、そう、アドヒップの高人数ですね。そう、うん、ユニティに参加した時にディープで2位を取って、レジェンド東京にチャレンジしたいと思って、うん、で2回目のレジェンド東京にディープでチャレンジして、今日はここまで、次回も見てな、ほな。